試合中に立ちまして始球式を行います。始球式を行いますのは熊野町立熊野中学校3年生長谷純也君と、同じく熊野町立熊野中学校3年生福島春人君です。熊野中学校は全員野球というスローガンと秋軍大会、区で足立大会を始めて広島県選手権大会出場を決めました。中学大会は全国大会を使用しました。全員一番多い大学の良心に出ています。1年前、熊野市はゴールサイドに出ました。大学の方が働くのに続きます。両方に見える姿が良かった。そんな思いとともに今年決心に出ます。今一度大きな拍手を送ります。